シャトー・シュバル・ブランは、フランスのボルドーワイン地方のサンテミリオンにあるワイン生産者である。2012年の時点で、シャトー・アンジェリス、シャトー・オーゾンヌ、シャトー・パビと共にサンテミリオンにおける、格付けの最高ランクである、サンテミリオン第一特別 QA に認定されている4つの生産者の一つである。セカンドラベルにル・プティ・シュバルがある。 1981年のヴィンテージシャトーの源流は、1832年にサンテミリオン地区にあるシャトーフィジャックが15ヘクタールの畑を M ラウサック方向に売却したことに始まる。畑の範囲にはフィジャックと隣接するブドウ畑を通り、ポメロールの境界のすぐ上にあるシャトーペトリュスにまで達する細い砂利の尾根の一部が含まれている。この場所が、 現在のシャトー・シュバルブランの元となり、その後1862年と1867年のロンドンとパリの国際展示会で巨大な栄誉を獲得するまでに成長した。いわばシャトー・フィジャックからの文化と言えるが、シュバルブランの知名度は世界的なものとなっている一方で、世界的にはシャトー・フィジャックの知名度は低いと言える。シャトーは1998年に、 LVMH グループの会長である、ベルナール・アルノーとベルギーの有名銀行家、実業家のアルバート・フレールに売却された。ブドウ畑には3つの特性があると考えられており、境界に位置するポムロールの土が3分の1、土が砂利であるグラーブの3分の1、残りの3分1はサンテミリオンに典型的な粘土質の土壌となっている。ブドウ畑の面積は41ヘクタールに広がり、 うち37ヘクタールには、比較的珍しい割合で、ドウ品種が植えられている。すなわち57、57%のカベルネフラン、40%のメルロー、そしてマルベックとカベルネソービニオンの小さな区画である。カベルネフランが、メルローが、同率に近いほどの高い比率で使われていることが、味と風味の特徴とされている。平均年間生産量は6000ケース。 セカンドラベルのルプティシュバルが2500ケースとなっている。シャトーシュバルブランのシャトーワイン評論家のロバート・パーカーが作成した1981年のヴィンテージの評価は低かったものの、その後のヴィンテージを飲んだパーカーは以前よりも大幅に向上されていることに気づき、彼の出版であるザ・ワイン・アドボケートで後に新たな評価を与えたとされている。 1983年のジェームズ・ボンドの映画で、ショーン・コネリーが、シャトー・シュバルブランを飲むシーンがある。1987年のイギリスの TV 番組、ランポール・オブ・ザ・ベイリーのシーズン4のエピソード、ランポールとブラインド・テイスティングにて、シャトー・シュバルブランのソラーボトルを利用し、保険金請求による保険詐欺を行う計画が、テーマのエピソードがある。1994年の映画、 ザ・ネイキッド・オガン3313ザ・フィナール・インスルトでは映画制作者たちはワインの名前を少し変えディス・シャトールブラン68は室温ではなく少し冷やしてから召し上がることになっていますと会話するシーンがある1997年の TV 番組そりゃないぜフレイジャーのエピソードでデビッド・ハイド・ピアスが演じたナイルズというキャラクターが 1981年のシュバルブランと女性を選ぶことに悩むのはどんな意志の弱い男だろうかと尋ねるシーンがある。2001年7月4日、当時の総理大臣であった小泉純一郎首相が彷彿し、フランス大統領府でフランスのジャック・シラク元大統領と日仏首脳会談を行い、会食の際に馬年生まれの小泉元首相のために、 シャトー・シュバルブランが振る舞うという演出がなされた。2004年の映画、サイドウェイでは、シュバルブランの1961年のヴィンテージが登場するシーンがある。2007年のディズニー映画、レミーの美味しいレストランでレストラン評論家のアントン・エゴは、新鮮で済んだ味わい深い視点に合わせて1947年のシュバルブランのボトルを注文するシーンがある。 パリスの審判をテーマにした2008年のワイン映画ボトルショックでは1947年のシュバルブランが登場するシーンがある。ありがとうございます。